連邦大統領はドイツ連邦共和国の国家元首、事実上の憲法である盆基本法において、連邦大統領の権限は中立的権力と定められており、儀礼的、形式的な職務に留められている。これは、バイマル共和政下における大統領に強大な権限が与えられており、ヒンデンブルク大統領の下で内閣を次々と入れ替える不安定な政治が続き、 また議会を通さずに決裁できる大統領令を頻繁に行使したことで議員内閣制が機能しなくなった結果ナチスの権力掌握を許してしまった歴史への反省が反映されたものであるこのように連邦大統領の命令及び処分は連邦首相及びその事項を管轄する連邦政府大臣の副書があって初めて有効となるケースが多いが過去には その議会決定を基本法に照らし正しくない見解で、あるとして大統領権限によって署名を拒否した例が8回ある。これは政治的な意味での拒否権というよりも大統領に与えられた使命として法の厳格化に照らし合わせた議会決議案の再確認による結果である。大統領在任中は不逮捕特権を有し、また承認としても裁判の一審には召喚されることないが、 必要に応じて、自宅でのヒアリングに応じる。任期中の大統領を起訴し、有罪判決を問うためには、連邦議会議員の4分の1に当たる議員あるいは、連邦議会か連邦参議院いずれかの議員総数の3分の2が同意した上で、連邦裁判所にその真意を問うた上で、基本法61条に基づいた大統領の解任がなされることが前提条件となる。 2012年のクリスティアン・ブルフの辞任は、彼に対する解任手続き開始を、ニーダー・ザク選手検察庁が連邦議会に申し立てたことがきっかけとなった。冒頭に記した通り、連邦大統領は政治的に中立的な立場にあり、そのメッセージは主に演説の機会等を経て国民に伝えられる。いかなる政党にも傾倒することなく、 またその便宜供与を行わないことが求められている。また、大統領の任期を終えてから政治家としての職務に就いた前例はないが、これは不分律の規定である。ホルスト・ケーラーは、歴代の連邦大統領の中で唯一、国際通貨基金専務理事を務めたという、ドイツ国外で国際的組織の要職を経験した人物だった。連邦大統領は、 ドイツ赤十字やドイツ海南救助協会など、幅広く公的利益に貢献する団体で、代表的な講演者という立場につくことが、通例とされている。ドイツ連邦共和国基本法第57条により、連邦大統領に故障があるとき、または、任期満了前に空位となったときは、連邦参議院議長がその権限を行使すると、されている。なお、在任中に辞任した大統領は、 下記の3名。当選後、連邦議会と連邦参議院との同席のもと、就任にあたっての先制が行われてから5年、1回の連続再選が可能。就任中非免される条件としては、下記のようなケースが挙げられる。これらの状況下においては、ドイツ連邦共和国基本法第57条により、連邦参議院議長がその権限を行使するとされており、 空位となってから30日以内に、新しい大統領を連邦会議において選出する。また、有事における防衛体制下では、ドイツ連邦共和国基本法115条に基づき、その任期を延長することが可能である。大統領選候補者の非選挙権は、連邦議会の選挙権を有し、かつ40歳以上のすべての、ドイツ連邦共和国国民にある。 2012年までの記録上、最年少での連邦大統領は52歳で、当選したクリスティアンブルフである。選出は、連邦議会と16の衆議会から、比例代表で選出された代表からなる、連邦会議によってなされるが、結果としては、現状での政党が持つ勢力バランスと政党間の、協議によって左右されるケースが多いので、マスコミを中心に直接選挙制への移行を議論する。 向きもあるが2010年連邦議会では未だ正式に議会提案もされていない。ベルビュー宮殿ビラハンマーシュミット連邦大統領の公用車第一大統領官邸はベルリン市内のベルビュー宮殿。第二大統領官邸としてノルトベストファーレーン州のボンにあるビラハンマーシュミットがあり、1998年からは大統領府もベルリンの官邸近くにある。 公用車には防弾走行がなされた回セグメントのドイツ車が採用されており、運転手には連邦刑事局の警備課より特別の訓練を受けた者が任命されている。大統領の歳費は一例として2010年には連邦首相の10分の9に相当する19万9000ユーロの支払いが定められており、 この他に特別会計としてその側近の要因や皇帝の家賃を支払うために7万8また、退任後は、就寝報酬として、毎月1万7500ユーロが支払われ、官邸に、就寝の専任秘書と事務局が設けられる。ウルフ大統領が辞任イコール汚職捜査本格化、受けドイツ時事、ドットコム2012年2月17日20時58分付け。 2012年2月18日、閲覧。連邦大統領が空位となった際は、ドイツ連邦共和国基本法第54条により、連邦会議が遅くとも、その後30日以内に招集され、公認者が選出されることとなる。ありがとうございます。